世界像とは、ある特定の思想的立場、または一定の知識の体系に基づいて、世界を客観的、知的に捉えた、際の全体的な姿、あるいはその捉え方。世界地図もまた、一種の世界像である。哲学的世界像、科学的世界像、形事上学的世界像、生物学的世界像、プトレマヨス的世界像、コペルニクス的世界像、 宗教的世界像などのように用いる類語に世界観がある。世界観とは世界の小問題、すなわち世界とは何なのか、どうして存在するのか、その中で人間はいかなる位置を占めるのか、自分に課せられた使命は何であるか、自分のできることは何であるかという問いに答えようとするものである。従って世界観とは 人生観や生き方と結びついた世界に対する態度及びその表明であるとみなすことができる。それに対し、世界像とは世界を外から眺めるような態度であり、そこでは世界はあくまでも客観的な分析の対象である。世界像は認識された諸事象や諸事物の一般的な関係を統一的、包括的に捉えた際の像のことであり、 世界観が論争によって形成したり否定したりできないのに対し、世界像は絶え間ない論争にさらされており、歴史上しばしば重大な修正が施されてきた。こうした知的な世界像が気分や現実把握といった情感的な基礎の上に形成されて理想や全さらに行動の原則などの実践の指針が与えられて、 意思的な行動基準を伴って世界観が形成されるのである。ありがとうございます。